桑野村は福島県朝霞郡にかつて存在した村である。明治時代に開墾によって形成された。現在の郡山市、桑野、海設地区周辺。現在の郡山市の中部に位置する。桑野村は明治初期まで大月原と呼ばれる未開拓の野原だったが、明治5年に福島県ゴンに就任した元熊本藩市、安場保つ元は,はかねてより、 北海道開拓に関心の高かった旧米沢藩氏の中条正常を県の官業化開拓係の展示に任命し、母親戦争後の氏族の受賛策として大月原開拓のすべてを任せた。最初に旧日本松藩氏族19個が大月原の一角へ入植し、開墾が始まった。明治6年に中条は安倍模平ら25人の郡山町の負傷たちを、 説得して、改正者を設立し、開拓資金と移民を募り、開墾を本格化した。改正の名は、中条の座運である、怪物政務から取った。大月原には、桑が植えられ、道が作られ、明治7年には、開拓事務所建区会所として、儀用風建築の改正館が建てられた。明治9年に、金村の一部を合併して、人口700人の桑の村誕生。 尊名は桑尾野に満たしむのい同年、明治天皇東北巡行に先んじて、下盟部に郡山を訪れた大久保利道に、中条が改正者の成功と国営朝霞開拓の必要性を解き、国営事業第一号として朝霞開拓と朝霞疎水事業を決定した。明治政府は、明治11年より、全国から士族移住を開始し、 約500個2004人が入職した。疎水は明治15年に完成し、存落は発展していった。変遷表総数、単位、人総数、単位、世帯。ありがとうございます。